どうも、はじめ教授です。ね、ちょっと今ね、新しいケーブルでね、音楽、まあ、ロックを聴いてたんですけど、暴れましたね。良すぎて、まあ、別にケーブルは安物を使ったんだけど、ちょっと純正品にしてやったらもう全然違うわ。うん、暴れました。ドタバタしました。踊りましたね。うん、ああ、よかった。いやでもさ、やっぱそのすごい人はずっとすごくいてほしいよね。やっぱナルトだってさ、サム8になっちゃったよ。もうなんか、結構サムライ8って別にさ、なんか打ち切り漫画ってさ、そんなに主人公別に好きにならないじゃん。特徴ってやっぱり全然主人公全然好きじゃないな、なんか薄っぺらいなって思うから、やっぱ主人公が良くないと物語も良くならないよな。でもそれでもさ、ちょっと面白かったりするじゃん。別に打ち切り、今三玉セキュリティだって、三玉セキュリティだってさ、夜桜さんちだって、まあ、結構面白いじゃん。別に確かに主人公全然好きじゃないけど、まあおもろいなと思うし、サムライ8ってなんかね、やっぱ規模を大きくすれば面白いってわけじゃないんだね。宇宙に出たからね、星を切れるから面白いわけじゃないと。面白かったものの規模がたまたま大きかっただけなんだろうね。ドラゴンボールも、あ、でもドラゴンボールもそもそも、続けてくださいって言われて続けた感じでしょ。別にブリーザ編で終わるんだけど、ダメ、やめてくださいってね、なったから、じゃあしょうがないかみたいな感じでセルとブーをやったけど、もう無理だよって言ってやめたと。首で血の味がする。でも首やったからって血の味はしないよな。痛い首。錯覚ですよ。多分血の味しないんだけど。いてーいてでででで。で、やっぱ俺も好きだから、今クロマニオンズ好きだからさ、いいなって思うんだけどさ、クロマニオンズってさ、まあ確かに熱狂的なものはないけど、やっぱりいいなって思うんですよ。クロマニオンズもハイローズも。なんかハイローズの時は何がやりたいのかわからないって言われてるけど、別に何がやりたいかわかる方がむずくないか。別に分かったら好きなの、分かるもの全部好きなのって話だし、そういうのってよく言われてるやり方で、ね、ジャンルがわからないっていうのさ。俺はハイローズ好きだな。でもクロマニオンズも好きです。やっぱりすげえなって思うんですよね。だってまあ別に30年越しってわけじゃないけど、30年やってまだすごい曲出してるし、1年前にアルバムを出してる、え、すごいなって。なんか曲作る才能とかそういうものがありすぎてるよね。だってどんなにすごい人だってさ、毎年毎年やるかってやつ人いないじゃん。結局すごい人でもやっぱ昔の曲歌ったりするわけじゃん。すげえなって思う。生きるとかもすごいし、クレーンゲームもいいな。ライブで聞いたんだけどさ、クレーンゲームをする、じゃじゃじゃの間の静寂みたいのがめちゃくちゃ良かった。それって曲褒めてないだろうと思って、あんまりないからさ、静かな瞬間っていうのがライブに、うわめっちゃいいって思った。すごいクレーンゲームは印象に残ったな。まあ、生きるも最高だったな。ライブ聞いたけど最高だな。クロマニオンズすごいわやっぱり。まあそんなペースで曲作る人ってやっぱりいないよな。どんなにすごい人でもさ、何年にようやくしアルバムを引っ提げてみたいな感じじゃん。
でも多分なんかなんかで言ってたけど、こだわろうと思っちゃえばどこまでもこだわれて作れなく、なんか終わりがなくなっちゃうみたいなこと言ってた。まあそれはちょっと誇張しすぎるかもしれないけど、こだわろうとするとやっぱりそのなんか終わりがなくなるらしいんだよね。別に、うん、なくなるらしい。でもこだわりとかじゃないだってね。ライブできなくなっちゃうからね、こだわってさ。じゃあこだわってめっちゃ曲作ろうってやってもライブできなくなっちゃうじゃん。そうしたらライブツアーができなくなっちゃうから、だからあんまこだわりとかない。ライブしたい人たちじゃん、ヒロトさんたちって。結局最強だよね、ぶっちゃけ。みんなが聴いてくれてるから、緊張するから歌おうじゃないじゃん。みんなが聴いてくれるからっていうのじゃないじゃん。別にみんなも聴いてくれるし、ライブ楽しいからやるかみたいな。楽しいやつにはやっぱ勝てないんだよね。楽しんでるやつってやっぱ最強じゃん。結局努力って無限じゃないの。努力はしなきゃいけないんだけど、しなきゃいけないって思ってる時点でやっぱ楽しんでるやつには勝てないんだよね、やっぱり。売り上げ、まあでも凄みっていうか、売り上げになってくるともうなんだろうな、いろんなものを混ぜなきゃいけないじゃん、売り上げは。すげえなっていう最高のものになるためには楽しんで続けるしかないんだろうね、やっぱり。才能と楽しいこと。まあ俺は喋ることが楽しいからこれからもやっていくわ。飽きたらやめるけど、まあ、あんま飽きてほしくないなって思ってる。ヒロトさんも飽きたらやめますって言ってるらしいけど、まあ飽きてないからね、別に。俺も楽しいから、まあ飽きたらなんかさ、でも俺飽きないと思うな。なんか楽しくなくても続けちゃう気がする。俺のアイデンティティな気がするからさ。だからやめる勇気っていうかさ、あんまやらない勇気も必要だよね。なんか本当に好きなタイミングだけ喋るって。今日はたまたまめちゃくちゃ喋りたいんだよ。なんか喋っても喋っても喋り足らないんだよね。でも無理やり喋ってるのかな。いやでもあんまり喋んない。いつもね、なんか1時間やると集中が切れちゃうけど、最近なんか45分で1回やめる。その集中力的な話でね、人間ので。45分以上とか2時間やるとプツンって切れちゃって、それで終わりになっちゃうけど、なるべくいっぱいやりたいから45分とか30分でやめる方法はいいわ。俺は向いてる。うん、すごいいい方法を見つけた。続けられるわ。まあでもぼーっとしてでもやるってことだよな。別に喋んなくても動画撮りたいから。俺いいものになりたいんだよな。いいもんじゃない。いいもの。より良いものになりたいから。結構どうで、なんか人気とかよりもね。結局さ、YouTuber がやってるものって一過性じゃん。努力してもどうにでも、どうにもならない時っていつか来るじゃん。人気の工夫をしようが、どうにでもならない時って来ると思うのよ。でも、ヒカキンさんは、なんだかんだ言って、すごい。はじめ社長は、単純に忙しいので、でもすごいなんか忙しいアピールは、嫌だなって思ったけど、そんなに忙しいよって言っちゃうくらい、はじめ社長は忙しいんだろうね。そういうことあんま言わない人じゃん、はじめ社長って。どんなに忙しくても、この生活やれって言われたらね、無理ですよね、みたいなこと言ってるから。で、それとやっぱ僕があんまり、その、なんか、まあ、これ YouTuber に載ってたやつだけど、なんか、なんて言ってたんだっけな、これ語彙が全くなくなっちゃって、語彙に頼らない喋り方をしてるから、語彙がないのよ。容量があんま良くないのでできなくなりましたみたいな。確かに、ね、動画でやっぱ手抜いてると分かるよね。別に手抜いてるってわけじゃないんだけどさ、面白くないよね、手抜いてる動画って。でも別にメグインさんは本気でも面白くなれないから、あれはしょうがない。うん、メグインさんしょうがないんだってさ。昔のメンバーが最強だっただけで、でもメグインさんの人格が、まあ、人格に難ありってやつ、ジンさんがね言われてたけど、言われてたのか分かんないけど、人格が悪いから人がついてこないし、別にめぐみさんって一人やったって面白いわけじゃないじゃん。一人でやったって、みんなで集まって、そのマスコットとしては良かったと思う、やっぱり。まあめぐみ TV っていうマスコットがあるだけだけど、マスコットとしては最強なんだけど、別にブレーンじゃないじゃん。で何人もブレーンがいたわけで、
その最後のブレーンもバンディさんもいなくなっちゃったし、いやもうなんだかんだ言ってそのバンディさんとファルコンさんっていうのはやっぱあんまりなんかメグイン TV のブランドなんとも思ってないのかなって思っちゃうけど、ね、今考えたらポケモン GO とかいっぱいやったりしてさ、まあでも俺はメテオさんのブリンブリンヘルメット好きですよ。いきなりステーキっていっぱい肉食ってなんか脂身のことはブリンブリンヘルメットって言うんです。でかすぎてでかい肉を食ってあれは残ってる。だけどもっと面白い人たちが残ってたらそんなになれなかった。だから職人みたいな感じで全員がやってきゃよかったけど、それって無理じゃん。結局一人だったらできるけど全員だったらできないじゃん。時間もないし、でもあのまま行ったって稼げなかったと思うんだけど、なんかかわいそうだなって思っちゃいますよね。面白いのをただひたすら作り続けてるんだと再生回数良くないじゃん。結局 ABTV ネットワークだってなんかアニメみたいなことやってるけどさ、結局再生回数は伸びないわけじゃん。やっぱなんだかんだ言って再生回数ってそういうもんなんだよね。一過性のものなんだよな。あんま気にしない方がいいんだろうね。でもな、ファンは欲しいな。ファンがつくらもっと面白くならなきゃいけないんだよな。あんま面白なんかね、面白風なことしない、したくないのよ。なんか負けた気がしてさ、別にできもしないんだけど、いや、したくないな。面白風はわかるよ、ちょっとは。面白いと言われてるもの、ツイッターで流行ってるものみたいな。全くしたくなくて、そういうことを。だって面白いと思わないんだもん、別に。自分に嘘ついたらおしまいだから、やりたくない。もうこういう名言系でいきたいわ。それっぽいこと言うって自分で言っていくわ。それっぽいこと言う。ね。偽りの名言やろう。名言しかない。でもなんか、やっぱさ、俺喋ってることしかしてないから、でもいっか。別に喋ってることでさ、ちょっとさ、票を得てるやつが一人いてもいいよな。じゃあ俺それやるわ。その枠俺もらいますんで。はい。あざした。ね。あざしたで終わるみたいだけど。いいよな、別に。面白いこと喋ってるだけで金稼ぐやつが一人いてもいいよな。面白いトークとか全くないんだよな。薄いからな。なんか俺は一つだけ覚えてるのはあれだね。まあ一つ以上あるけど、子供の頃にね、あのすごい綺麗な夕日でお母さんたちが外で出て、いやすごい綺麗な夕日だねみたいなこと言ってたけど、俺夕日なんて別にどうでもよくて、早くご飯食べたかったんですよね。だからじゃあ誰が先に帰れるか勝負だみたいなね。別にあのただベランダ出ただけなのに。で、帰ろうと思ったらめちゃくちゃピカピカにあの窓を拭いてたので、あの、完全に透明だったの。窓が。窓ガラスが。ね。透明で、なんか漫画みたいなね。漫画みたいになって言ったら、ね、そのベコバさんに言われるね。漫画みたいってない。で、漫画みたいじゃないです。あの、リトルギャングのシーンでね。出てくる、みんなが逃げろって言って外に向かおうとしてベチってなったシーンみたいになって、リトルギャング明確に出していくよ。俺はずっとリトルギャングって頭の中に言いながら漫画みたいって言ってました。はい、ベコバさん、漫画みたいって何ですか。いや漫画じゃないです。リトルギャングのあのお菓子集めたりして、でいやもう起きてきちゃった、暴れちゃうみたいな感じでいろいろあって、よし窓だ逃げろ、ベチってなったシーン、ま、窓ガラスにベチってなったシーンみたいに本当にベチンってね、窓ガラスについたよって話で。で、そこからもなんかね、ボトンみたいな倒れ方をしたんですよ。なんだこいつって、ね、思いました。すごい痛かったけど、面白い経験をしたので、俺は、あんまり痛いとは思わなかった。面白って思っちゃった。別にその時は面白いって思ったけど、明らかに面白いなって思いながら、そんなの思ってないガキだから。ちょっと嬉しかった。なんかそのね、リトルギャングのシーンみたいになってね、森のリトルギャングね、リトルギャングじゃない、森のリトルギャングだ、これ抜かしちゃダメだよ。森のリトルギャングでやっぱクマのお菓子、クマが溜め込んでたお菓子を家から取りに行くぞっていうのでやったんだっけな、あれで起きてきちゃったんだよね多分。いろいろやってよ、でいろいろなんか足止めして、よし逃げれるみたいな感じで窓ガラスベチみたいなシーンだった、うん、はず。
森のリトルギャングです、はい、一応ね漫画みたいって言って全然メンバーみたいで、じゃあ漫画みたいなことって何ですかみたいなこと言ってきた時用のためにね全部潰しやっかんな、マジで M1 で触発されてなんかそういうこと言ってきたやつ、つっかかってくるやついたら、別に M1 のやつら全員ぶっ潰すとは言ってない、そういうのに触発されてなんかそういうこと言ってくるやつがいたら全員ぶっ潰します、はい。なので森のリトルギャングと言いました面白っていうよりはそういうしょうもないやつはぶっ潰したいだけのやつだよね、うん。そこだけすごい気持ちこもってるじゃん、もう許せないのそういうので、でも人気と面白さってやっぱ全く違うからな、人気になるための努力ってあるじゃん、でもそれやったら続かないんだよね、それって続く才能なんだよ、やっぱり人気な人ってそういうの継続できる、割り切る才能っていうのとか続ける才能があるから、ヒカキンさんもすごいんだよ、俺だったらその悪いけど虚しいって思っちゃいけないんだけど、やっぱりなんでこんなことやってなきゃいけないんだろうって思う時は来ちゃうと思うのよ、でもそれを10年続けてるっていうか、まあ最初はビートボックス、ヒカキンさんもね苦渋の決断だったらビートボックスで食っていきたい、でもそっから YouTuber ってなってますからね、悲しいね、本当はヒカキンさんはビートボックスで食っていきたかったと思う、まあ、ビートボックスだけだったらね、第一ビートボックスになっちゃうんでね、うん、でも食っていくって言っても大変だよな、ただすごいビートボックスして食うんじゃないもんな、大地さんも全部自分でやるっていう、大地さんはそういうのでやってる、第一ビートボックスだっけ、で第一ビートボックスみたいなトモキンはすごいツイッターのユーモアっぽいことをツイッターでいっぱい出て一緒になって思いますけど、なんかすごい見た目めちゃくちゃ大地さんに似てんのにすごい悪いやつですよ、うん。何しよっかーな、いてて、パキパキっていうわ。聞こえてんのかな、みんな。まあ、聞こえてなくてもいいや。別にいいよね、聞こえなくても。何それ。それ何何それ、それ何、何しよっかな、何しよっかな、することねえや、もうしなくて、何もしなくていいや、やっほー、何もしないことでテンション上がる人、何かはしたいけどな、何も思いつかばねえわ、うん、M1 ごっこでもするかね、ごっこって言いたいよね、やっぱり丸々ごっこするかって言いたいよな、うん、そういうのなんかもうユーモア上級者みたいな感じが出てさ、いいよな、ごっこしませんけど別に、なんだよユーモア上級者とかスーパーユーモアとか、でもスーパーユーモアあるからな、うん、ユーモアの一個下がネットユーモアな、ツイッターユーモアとか、でも夏井さんがオタクを敵視しすぎなのも何あれ、オタクペコパの時戻し能力はなんだみたいな、それも違うと思うけどね、まあでもネタツイートだし許しとくか、許しといてやるよ、うん、一番許されたくないな、許さないでほしい、そんなこと言うやつは、逆に許さないでほしいって思ってるよ、夏井さんもそんな風に言われるんだったら許さないで黙っといてほしかった、そう思ってますね、俺もこんなやつに許されたくないです、だったら許さないでいいよってなっちゃうけど、こう鼻の出来物さめちゃくちゃいじったん、ここさビビ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 ギュン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 って言ってたらさ、ちょっと出てきてめちゃくちゃ臭い液が出てきて、なんか出来物にめちゃくちゃ臭い液が溜まるときと溜まらないときがあるんだよ、もうそれって多分なんかあの酸化みたいな感じだと思う、最初から臭い液がっていうよりはなんかどんどん臭くなっていってるのかなと思ったら、ここめちゃくちゃ臭かった、別にここ酸化とかも関係ねえんだな、もう臭い液が溜まってるか溜まってないか、うんです、はい、汚い話すなよ、するぞ、うん、笑するぞ、すなよ、ああ関西弁楽しい、
見取り図さんのあれいいよね。見取り図さんだっけ、もうええわって最後終わったのさ、明らかに仲いい良くなるといつものもうええわかけているんだね。あれいいな、うま。あんまもうええわって言いたくないしね、みんなも別になんか変な終わり方しちゃうなみたいな思ってるけど、もうええわってもう仲はいいよって言ってるのとかけてんじゃないかなって思います。うまいな、面白いな芸人さんは。お金欲しいな、お金欲しいわ。でもやっぱ小じきはダメなんかな。でも俺小じきしてないもんな別に。対価じゃないのか。うん。いやもう俺ね、なんかもうナルシがしすぎてさ、え対価じゃないのかなとかマジで思ってる。ギャグじゃなくて。うん。でもいいよ、俺のこと小じきってやつの方が小じきだからな。いやバカっていうやつがバカ理論じゃなくて、いや俺のコンテンツただで見てるのは小じきですよ。はい、立派な小じきです。小じきの自覚を持って楽しんでください。別に楽しむなとは言ってます。でも俺は小じきだからこそ、だから小じきって思ってる方が目いっぱい楽しめないか。いいな、じゃあ金払わなくなっちゃうな。でも二つの楽しみ方の、自分は小じきって劣等感を追いながら、もう小じきまで来たらそのなんかあんま小じきディスる人みたいになっちゃうけど、いやもうね、こじきまで来たらもうめちゃくちゃ楽しんでやるよみたいな。で、楽しむパターンと、いやお金を払って、その、やっぱ自分はお金を払ってないという罪悪感と劣等感から解放されても、100% 中の 100% で楽しめる。まあ、いろんな楽しみ方があります。はい。でも俺はお金払ってほしいです。なんでかって、お金が欲しいから。金くれって言うとこじきらしい。うるさ！だから俺は対価を払ってます、別に。動画っていうね。これならええやろ。一応支援サイト作ってるし。でも支援サイトってちょっと支援って言葉使うか迷ってる。だって支援ってさ、復興支援とかで使われるから、え、俺並べていいのかって思っちゃって。ねえ。収益化されてないので支援してくださいっていうのはちょっとどうかなって思ったけど。一回お金欲しいからね。みんなからちょっとずつお金だから、みんながアルファさんの浅い、なんか最近見たな、匿名ラジオで、まあ、結構前のやつを最近見たんだけど、うん、なんかみんなから1円もら1億人から1円もらったら1億円だっていうの、俺はそれをしようとしてます、ガチで。はい、100万人から100円もらったらさ、100円だけでいいんだよ。でも100だからもっと安くてもいいよね、別に。本当に気軽に1円だったらお母さんは支援を許してくれるんじゃないのか。ガキでもお母さん1円だけでもいいかなみたいなこと言って、まあ1円ならね、まあしょうがないねってなってくれよな。どんなガキでも1円払ってほしいわ。うん、それをダメっていう文化が良くないわ。クソくらいぶん殴りに行こうかな。 ね支援して脅迫じゃん。なんかちょっとね、君が泣くまで殴るのをやめないみたいな迷信か頭の中でされたけど、普通にカツアゲじゃねえかって思っちゃった。俺はなんか漫画の読みすぎで、君が泣くまで殴るのをやめない、まあそれも単純にめちゃくちゃ殴ってるわけだけどね、えちょっとなんか心の中で自分がやっただけで美化してた。危な、犯罪者の沼にはまる、犯罪者の心理だったよ今のは。ねえ、ナルシストが過ぎて犯罪者になるとこだった。あぶねえ、今のなしで。はい、一応なしにして生きてます。これはこういう考えポロッと出ちゃうんだね。何も考えないからさ、ね、あなたが払ってくれるまで殴るのやめませんってしてもやるってことでしょ。怖っ、そういう発想が出るのはちょっと危ないな。うん、あーもう怖いな、こういう発想が出るだけで怖いわ。まあでもそういう考え方でムカつくからな。うん、チンくらいいいじゃん別に。いやー、うん、1円から支援できるサイト、5円以下は手数料無料、100円以下は手数料無料みたいな感じですりゃいいかもね。
ねえ。それか月間100円入るだけで100円分の支援ポイント贈呈っていうのをやって、1円を100円100人に分けるっていうのもやりゃいいよね。月額100円はかかるけど、その100ポイント分の支援ポイントをもらえて。でもそういう工程がめんどくさいからね、クレジットカードから1円でいいんだろうな。ぴょん。金欲しいな。でも別に今は余裕だけど絶対やばくなるんだよな。やだな。でも俺は働けないからな。まあどうせいつか働くのかな。でも俺バカだから働かなそう。変になんか俺は働かんって言ってなんか変にガシそうだな。いやー、ネットうまく使っていくか。働きたくないのもあるけど、俺働けないから本当にね、心が弱くなってここまで閉じこもってるからマジで危ねえんだよねえ。まあいいや、あお前そういうこと考えんのやめよ。別に得しねえもんな、そんなこと考えても。なるんならなるんでいいじゃん別に。でも自信のない人にはついてきてくれないからな。でもなんか人格としてあっちゃうんだよね。なんか分裂症みたいのでさ、そういう社会人っぽいことを言う人格じゃないけど、そういうのがどこかあるんだよな。危ないからやっぱさ、結構悪口とか言われ続けてるから、悪口言われる前に自分で悪口言われないとさ、不意の攻撃でさすごい辛くなっちゃうから、それのせいもあるな。きついわ。でも結構初期の頃も悪口めっちゃ言われたな。それでちょっと精神病んだけど、でもなんだかんだ言って続けてな、俺の勝ちだな。まだなんだかんだ言ってね、すごいいつも言うけど追い詰められて紙袋までかぶったからスタワの、スタバだったかどうか忘れたけど、スタバの紙袋かぶってね2回くらい動画投稿してるはず。でもなんだかんだ言って続けてる。やっぱ好きなんだろうな。そこまで言われたらやめるじゃん。でも言われすぎてもうお前ら全クズってなったから、俺のことこんなに罵るやつらって、そんな聞かなくなったな。でもムカつくような、単純にめちゃくちゃムカつく。なんでお前は俺よりつまんねえのに生きがってんだって。ああもうとんでもそういう考え方になっちゃってね。もうそこまでしないとやっぱ大丈夫じゃないから、こいつつまんねえくせに何俺に突っかかってきてんだろうって思っちゃって、哀れなやつだなって。やっぱ弱いやつはねダメだなって、雑魚だなこいつは、つまんない、そんな人生よかったお前に生まれなくてっていつも思ってます。アンチするやつは全員格下です ね。アンチする時点で負けてるけどね、なんかもうやっぱり。だから俺別にアンチしたい人いないよ。あんまりいない。なんか興味ないんだよな。俺よかったわ。言ってたもん。黒山監督が今日アクタージュで。ね。朗読したら怒られそうだけど、ちょっと抽象的に読むか。これで違法で捕まったらバカだな、こんなんで。ね。アクタージュのセリフを朗読し。死刑みたいになったらね。
アクタージュ面白いんで、下手したら死刑になるかもしれませんね。はい、でも政治の悪口も言ってたけどさ、ねえ、俺も政治の悪口は言ってんな。政治そもそもさ、でも最近思ったの、そもそも国っていう1億3000万人もいる、まあ1億も減って1億2900万人くらいもいる人間を数百人でどうこうしようとしてんのって変だなと最近思い始めた。そもそも国の運営なんてみんな初めてだしなって、ノウハウなんてどこにもねえよなって、正解もねえし難しいなって思ってます。うん、結局は自分の利益ですよね。金持ちの税上げろって言ってる人はさ、別に金持ってるからというか自分が金持ちじゃないからじゃん。でも俺は自分が金持ちになると思ってるんで税は上げないでください。はい、俺金持ちになるので、もうこんなおもろいやつ金持ちになるだろう。でもおもろいやつは貧乏と相場が決まってるけどな。そんなめちゃくちゃ面白いですっていう感じで、ね、でもそういう人ってネットにあんまいなくない？おもろで稼ぐ人っておもころくらいしかいないじゃん。おもろい記事書いてね、最近だと動画だけど。でもやっぱさ、おもろいものって受けないな。 M1 くらいにならないで1年に1度しか受けないじゃん。だってネットだってもう、あ、というかテレビだってそもそもそういうのやってないじゃん。もう全部さ、アベマがさ結局やったり、たまになんかさ、もうお笑い向上委員会くらいしかないじゃん、面白いことやるのって。なんだかんだ言ってネットで規制が厳しくて面白いことできなくて、クレームもうるさいからできないみたいななってるからね。まあ、でもネットっていろんな人の目に触れるから、その中で自分も好きな人もいっぱいいるからだろうからだろうね。それは外れも引くよ。でも当たりもいっぱい引けると思うよ、多分。誰か好きな人に届けばいいんだろうね、結局。それ以外はどうでもいい。好きな人に、俺のこと好きな人に届けばいいんだろうな、結局は。そっちの方がもったいないなって言って。俺もナルシスト極まったらそういうことしっかりするかもね。まだ極まってない。結構極めてる。よくよく考えたら、これから俺に、お好きになる人が俺が宣伝を怠ってるせいで1秒ずつ損しているのってかわいそうじゃないか。俺にも損だし、その人も損だし、じゃあちょっと宣伝頑張ってみるかってなるかもしれない。でもなぁ、いやもう結局さ、企画なんだよ。企画っていうか動画の面白さでさ人気になってんのよ。信頼につながってどん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 なってってねえ。ああ、腰痛いわ。ちょっと第2ラウンド入るわ。